タンパク質って実は取りすぎない方が難しい食べ物だったってことを、13キロ減ってたって言って、13キロ本人もびっくり。輝く健康と生きる自信を手に入れる簡単、おいしい、楽しい魅惑の大和なでしこクッキング、おいしい手料理で世界を癒す未来食の大谷由美子です。アシスタントの萌実です。はい、今日はちょっとね、皆さんに、肉好きな皆さんに、実は日本にはこんな素晴らしいタンパク食品があったんだよということで、イタフというね、庄内地方あるいはこう岩手県とかで冬の手仕事ということで、なんと 100% 植物性タンパク質、これね、 100% 植物性タンパク質のもう日本の伝統食品、イタフというのみんな知らないでしょう。これ知らないと損損損って。私はこれをですね、お水で簡単に戻るの、ちょっともうちょっとお広めのバットに入れて、お水に3分半くらいつけておきます。そしてちょっと戻ってきたら、それ以上つけておくとデロデロになっちゃうから、こうやってラップかなんかに包んで置いておくと、なんと見て見て、はい、こんな感じでほら見て、ここもしていいでしょ、こんなに増えちゃった、すごいこんな硬かったのが、そうそう、これ 10枚も入ってね、結構安いんだよね。とっても安くて、冷凍庫もいらない、タンパク質の 100% 消化のいい植物性タンパク質、これが庄内イタフ。これがあればね、私はこれをね、薄切り肉、こう三枚肉の薄切りっていう感じでいつも使っているので、ここに今日はこれを使って、よくホイコーローって知ってる、はい、豚肉とキャベツとタケノコとかでね、今日はね、美味しくなってるキャベツ、それからこのイタフでビーガンホイコーローを作っちゃおうと思います。まずね、これの下味付けをします。じゃあちょっとおろして、これ、あ、生姜、はい、うん、その前にこのイタフ1枚につき大さじ1の醤油と大さじ1のお酒と、それから水、もう111と、ね、今2枚なので大さじ2ずつ、もう簡単でしょ。ここに生姜を入れたところにこれを切って、でね、これ本当にね、めっちゃ優れた日本の伝統、あと冬のこれ何から作るかっていうと、なんと小麦粉のタンパク質とでんぷんが取れるの。なので小麦粉のタンパク質なんですね。みんなね、だから穀物にはさ、タンパク質がないっていうデタラメな情報がで、肉食え肉食えってなったけど、はい、実は小麦にもお米にも雑穀にも結構タンパク質は入っているのよ。だからだって、はい、100% タンパク質のお麩が小麦から作れるんだよ。これもう中国何千年じゃないけど、ね、本当に何千年も昔から私たちの祖先が食べてきた健康で美味しいタンパク源、麩、はい、って言うんですよ。麩、ね、麩ってね、私のこう言葉では増えるとか太るとか振動っていう意味なので、麩って、はいはい、ね、増える太る振動、すごいこう福福福神の福だし、素晴らしいでしょ。あ、福ね、はいはいはい、ね、ほらなんかこう全然生臭くもない、うんうん、これあそこ入れて入れて、はい、入れます、入れます、そしてよく混ぜといてね、はい、でそこにこれをちょっとね、こうくるくる巻いてるからあれしちゃうんだけど、これをただぶつぶつ切るとね、やっぱりね、お札なって気になっちゃうので、こうちょっとこんな感じにして、で斜めに、これに合わせて斜めに切っちゃう。そうするとほら、ちょっとツンツンとかしていいでしょ。あー、いいですね。5つくらいに切って、そして斜め、まあ、冷凍庫も冷蔵庫もなしに保存できて、うん、そしてさらに完全消化の植物性タンパク質がこんな形で、で結構手焼きでやってるから、このちょっと重なったところとか、ちょっと硬かったりちょっと柔らかかったりするのが結構いいんだよね、はい、はい、本当だ、どんどん入れてって、はい、ほらちょっと硬かったりちょっと柔らかかったり、はい、なんかポリッとしたようなところとかあったりとか、はい、そういうのも楽しいの で、はい、でこれで下味ね、これだけでね、もう生姜焼き定食みたいな感じで作れる今日はホイコーロー、さらにホイコーローにするという贅沢な、日本の伝統と食品にもね、タンパク質がいっぱい含まれてるんですね。
そうだから私ずっとセミナーで言ってるんだけど、タンパク質って実は取りすぎない方が難しい食べ物だったってことを研究してある時知ってびっくり。だってもうご飯からもタンパク質、お麩からもタンパク質、ね、味噌からもタンパク質、醤油からも全部タンパク食品なのよ、はい、だからで人間の腸って意外とね腸で窒素から作れたりもしたりとか、 あと菌って全部あの発酵食品って全部菌でしょ、菌って全部、うん、知ってる生命体、細胞って何でできてるかってタンパク質なのよ、うん、だからそうですね、菌でできてる発酵食品って、はい、もうすっごいタンパク食品なのね。あと、ってタンパク質って取らないでいることが難しい食べ物だっていう、うん、それなのにタンパク質が足りないよ、どん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 プロテイン飲みましょう、あれしましょう、肉食べましょうって何だったんだってもうある時びっくり。そしてこれね、生臭くもなくて美味しいんだよ、これ見て見て、はい、うん、確かになんかお肉にした味をつけてるじゃないですか。でもねこれがあればね、うん、肉よりうまいとか言ってみんなね全然楽ちん、安上がりだしね、うん、そうですね、安いですよね、腐ったりもしない、中毒もしないし、確かに中毒しない、うん、日本で洗い物もきっと楽ですよね。あ、そうそう楽ちん、うん、であとはこれとキャベツとこれで、じゃあタレを先にねこうホイコーローの最後あのこれを炒めて上にさらに味噌でね、大さじ2の水で味噌を溶いておきます、はい、麦味噌です、まあ、タレって言ってもね優しく簡単なんですよね、うん、タレって言うとなんかいろいろなんか複雑な調味料を入れるイメージあるけど、うん、味噌と水だけだってね、味噌ってもうすごい年季がかかってできている、もう手間暇のかかった、それも人間の手だけじゃなくてね、微生物くん、麹菌くんが頑張って頑張ってね、大豆のたんこれもうすごいタンパク食品すごくない、うん、タンパク質は牛乳から、うん、タンパク質は肉からってすっごく勘違いなの、青天の霹靂だと思うけど、でも本当なんだよ、調べてごらん、納豆だってね、うん、お豆腐だってタンパク食品、うん、まあ、それはみんな知ってるか、でもねやっぱり消化のいいタンパク食品がいいよね。そうですね、植物性だったらね消化がいいですね。はい、まあ、キャベツねもうちょっと大きくてもいいかなっていつも思うんだけど、キャベツってね手でちぎった方が美味しいのね、だから芯だけ、うん、あまりのこれねぬか漬けとかなんかしたら美味しいと思うから、まあ、とりあえずここは取って、そしてこれを少し厚さをね、はい、手でちぎる、うん、結構いろんなサイズがあって、このなんていうの、このギザギザのこの切り口、ギザギザの切り口が美味しいのね、だけどちょっとこう、うん、軸があるところは硬い子になっちゃうので、ここだけちょっと。あ、そうですね。はい。ね、でまた次の。えむこさん、視聴者さんからの質問で。最近質問いっぱい来るようになったんだね。そう、いっぱい来るんですってね、嬉しいです。ありがとうございます。興味持ってくれてありがとう。はい。はい。ね、このつぶつぶ料理がね、まあ、美味しいということで、食欲がすごくて、つぶつぶで作ったご飯でも食べ過ぎちゃいます。どうしたら食べ止まるでしょうか。どんどん食べてくださいって感じあのね、うん、こう今までだいたい私は満腹栄養失調って呼んでるんだけど、現代の普通よく言われる普通と言われてる食事、外食とか、うん、ね、こう普通ね知らないでこう そういう調味料とかでやってたら、なんか実はなんてお腹いっぱいなのに栄養失調っていう状態でずっと生きてきたわけ、うん、皆さんは。そこにこのつぶつぶ料理が入るとですね、体中にこの栄養が行き渡るの でちょっとこの辺だけね、こうこんだけ来るとここね、ちょっと2つに割ります。これで食感を揃えていきます。私も最初このつぶつぶ料理をした時はすごいよく食べてました、うん、そうそう、だからね、うん、食べしかないの、もう食べて、で食べ止まるから、ある時行くと、うん、そう、あるとこまで体がはーって落ち着くまで食べるとでね、食べてても太らないから大丈夫。この間 ねこう料理をナビゲーターって言って、ね、未来食を広める役をしてる人が、お母さん90歳のお母さんと一緒に住み始めて、でただ一緒に住んでただけで、お母さん90歳のお母さんご飯大好き、味噌汁大好きで、でまあつぶつぶおいしいおいしいねおいしいねと言ってくれて一緒に食べてたら、なんと3ヶ月でお母さんの体重が、温泉に行ってみたら13キロ減ってたって言って、13キロ、本人もびっくり、こうそうそう、本人もびっくり、娘さんもびっくりというね、びっくりが起きたのよ。
へー、すごくない？すごいですね。それも全然美味しいね、美味しいね、全然制限とかしないで、うん、食べたいだけ食べてたんだよ、うん、そしたらでも本当に全く制限なしでみんな痩せちゃうっていう、特に男性痩せる、夫がもうワイシャツの首が小さくなっちゃったから副代がかかって困るんですとかね嬉しい悲鳴ですね。そう、それくらいね、うん、別人かと思われるくらいみんな男性痩せていきますよね。それも食べたいだけ食べて、うん、大食いダイエットって言ってるくらいで、はい、そうなんですね。私はもう昔食べたら太っちゃうって思ってたんで食べないダイエットで、ね、1年かかって13キロしましたね。あ、それでもさ、つけがあったでしょ。あ、つけがありました。もう肌はボロボロになるし、そうそう、もう手荒れもひどいし、あと、ね、18歳なのに抜け毛に悩んじゃったりとか。え、18歳で抜け毛、はい、しかも便秘にもなっちゃうんですよね。なっちゃうなっちゃうの。そう、そうなの。食べないとやっぱり出すもの自体がないですからね、うんうん、いつも眠くてだるいし集中力もないし。そうだからね、萌実最初来た頃なんかね、ちょっと見ると寝てんの上に座りながらちょっと見ると寝てんのそうでした、はい、だけど本人は寝てる気ないんだけど、もうそうなんですよ、 いられないんだよね、うん、でもちょっと見ると寝てる。でも今やちゃんと起きて、はい、ね、ナビゲコミュニケーターとしてしっかりとできるようになった。あ、そうです。もうね、セミナーのね、朝早い仕事でもちゃんと朝目が覚めて起きれるようになりました。はい、はい、あ、切れた切れたとか言ってる間に。でも本当そうなのよ、すごい、うん、食べ物でねそんなに変わっちゃうので、はい、もうその見本のような萌実です、うんうん、だって生理も止まっちゃったりね、もう大変な目、よかったよね。よかったです、戻れてはい、貸して貸して、はい、じゃあ準備はできた。これを炒めるでね、もし皆さんタケノコの時期にタケノコあったら、さらにちょっとタケノコの水煮かなんか一緒に炒めたりとか、レンコン炒めたりとかしたらいいと思うけど、うんうん、もうキャベツとこれがあれば、なんかなるべくね、これだけでいいならこれだけで済まそうっていうのいいと思わない？はい、2枚だよ、板風2枚いくらだと思う、うん、本当にね、なんか何十円って感じなんだけどこれお肉だったら高いですよね、もっと でさらにいいお肉とか、これがまたね、うまいのよ、ね、もう本当に。さあ、全部下ごしらえできました。で、まずこの板風をね、これあのそうは言ってもお肉じゃないので油が少ないの、だからこのこの子に油を、そして生姜のこう香りをつけます。大さじ3杯の油を。大さじ3って結構入るんですね。そうそう、ここね、ここで油けちるとね、うん、小麦のタンパク質がくっついちゃうのよ、だからここで油けちらないっていうことが。そして温めます。で、少し温まってきたら生姜を入れて、生姜の香りを油に移しますね、うん、で、温まってきたから油に生姜に移して、で、ちょっと香りも熱くなったので、うん、熱くなったところにこれをで、ね、いっぺんにガバッと、おそうそう、水切らずに、そして焼き付ける。水と油だから、こっちは水、あっちは油なので大丈夫。タンパク質とかもイカみたいにガンガンって固まって丸まってきて、あ、すごい、もう生姜のいい香り、なんか、うん、見て見て、丸まってきてない？くる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 って、はい、ほら、なんかお肉みたいな、くるんとしてる、くるんくるんくるんって、はい、だから一回出す、あ、これだとダメだから出すの。あ、これでどうですか？あ、これね、はい、はい、ほらほら、もうね、これだけでね、おかずになるの。で、これを生姜焼きみたいですね。そうそうそう。で、ここにこれを一回出します。で、キャベツって、ね、意外と炒めるの難しいんで、ここで水を入れちゃうのね、うん、そしてこの香りの鍋でこうちょっと中火で蒸した、はい、この水炒めっていうのもね、野菜結構いいですよ。なんか野菜がちょうど炒まるほど油バンバン入れちゃうと、やっぱさすがに油こう油っぽいなってなっちゃうと美味しくない。やっぱりちょうど美味しいだけの油、美味しいだけの塩が大事なので、はい、この水炒め、はい、で蒸しながら、そして下のあれも茎も取れるし。あー、すごい、なんかキャベツがちょっとしんなりというか、そうもうちょっとね、うん、柔らかくなってきた感じが。大さじ1杯ぐらい入れてみて。大さじ1杯、はい、うんうん、はい、で、これ戻すだけだから、お、あっという間ですね、うん、エコノミー&エコロジー&ヘルシーというね、うんうん、もう本当にこう、こんな、あー、いい感じ。ほらほら、キャベツが、あー、キャベツって炒めるだけだと難しいけど、こう水炒めでほら、綺麗に、うん、そうですね、いい感じだと、ほら、優しい感じでしょ。はい、こう中華屋さんみたいに、すっごいあの
火が強かったりしないので、こんな感じでうまくやるともう焦げ付きも全部取れるし、そうですね、このままよく炒めて水がなくなるまで、はい、水蒸し炒めっていうのがね結構キャベツは便利よ。そうしないとねデコボコしてるから、そうですよね、どうしてもそれが全部炒まるまでやってると焦げちゃったりして、キャベツってみんな上手にできないの意外と、でもこうやってほらほらもういける、もうちょい、あーいい香り、めっちゃ鍋一回一回洗わなくていいでしょ。はい、そうですね、これだったら楽ですよね、最初に炒めた鍋と同じ、そう板ふさぎじゃないとねダメなの、こっちだ、板ふね半分ぐらいでも、キャベツがいっぱい食べたい人は板ふ半分ぐらいでもいいと思う、板ふの方はこう二重のタレでガーッと美味しくて、キャベツはさっぱり美味しくて、混ぜます。ほら最後、うわちょうどいいちょうどいい、できたー、ね、板ふ2枚とキャベツ3分の1個でこんな、もう友達呼んで飲み会できますみたいな、うん、そうですね飲み会できますね、ホイコーローがあっという間に、あっという間に動画も聞いてて、はいできました、出来上がりです。さあ食べよう、ホイコーローね、たけのこ入りも、あ、何でもいいかな、レンコンなんかちょっとね、ピーマン、好みのなんかちょっとしたものを入れるとまたさらに、でもこれだけで最高。さあ食べよう。味噌と醤油という2種類の発酵調味料が入っている、これを絡めて、うわ、いただきます。キャベツうまい、板ふうまいって感じ、はい、いただきます。うん、はい、なんかビール進むしそう、うんうん、ご飯持ってきてって感じだけどご飯が欲しくなる、ご飯が欲しくなる、うん、でもこれ何人分だろうね、もう家族4人は絶対ペロリ、ね、4人家族、5人家族で1品でもいけますよ、ね、になるよね、うん、すごい、もう豚肉2枚、キャベツ、あとはいつもの調味料、これでホイコーロー、回る鍋の肉って書くんだよね、ローって肉のことなの、だからこれはホイコーローじゃないけど、うん、あの畑の肉ということで、うん、キャベツの炒め具合がいいですね、シャキッと、でもちゃんと脂っこいんだよ、うん、キャベツってほとんど脂はね何もしてなくて、はい、そうですよね、水炒めしただけなのに、うん、ちゃんと板ふからのこの循環の脂が回ってるから、うんうん、優しい脂っこさ、はい、歯ごたえと舌触りが最高、ね、美味しいです、この軸のシャキシャキと葉っぱのちょっと、ね、柔らかくくたっと炒まってるところが、あとでご飯たっぷりと一緒に食べたい美味しい、腸内板ふクッキング、ね、これあの薄切り肉だと思ってしまえばいろんな料理が浮かびませんか、ね、そうですね、こんな素晴らしい伝統食材使わない手はないんです、コストパフォーマンスも最高、ぜひぜひまずはホイコーローからやってみて、はい、さて今日はここまでです、次はどんなレシピを紹介しようか、日本の伝統食材もいろいろね紹介していこうと思うのでよろしくね、続きを見たかったらチャンネル登録よろしくね、聞いてみたいことがあったらコメント欄に書いてくださいね、みたふです、はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。